んでフォルクスワーゲンの営業になったんですか。それ私先に聞きたいです。お願いします。聞きたい、うん、まあ当社が北海道ブブっていう会社なんですけど、まあ取り扱いブランドが、まあ、12ブランドあって、まあ、最初の配属がフォルクスワーゲンっていうだけなんですけど、でも営業になった理由としては、まあ、お客さんと話すのも好き、もう輸入車大好き、もうなんか入社する前からなんかもうね、好きが溢れ出しすぎてこぼれ落ちちゃうなんかもう周り友達とかと話しててもあの暗号にしか聞こえないみたいなって言われるくらい車が好きで、まあ、それをまあ提供したいなっていう、あとはまあ好きな人が来てくださると思うので、まあ、そういうお話もしたいなと思って、まあ、そんな理由で入ったんですけど、本当にいい車です、ね、素晴らしい、素晴らしい、ね、コストパフォーマンスから板金剛性から安全装備から全部もうオプションがほとんどないのですごい分かりやすいですし、なので1回は乗ってほしい、そう1回は乗ってほしい、乗ったらすぐ分かる、うん、なのでまあ営業になった理由としては、まあ、一番の理由はこの2点ですねお客さんと話すの大好き、輸入車大好きっていうところでなんで営業になったんですか。結果的に最後ブランドは会社の意向なので、フォルクスワーゲンに入るとは本当に入る直前まで分からなかったんですけど、営業を選んだ理由としてはずっと大学生の時アパレルのアルバイトをしてて、うん、やっぱりいろんなお客様がいらっしゃるじゃないですか、うん、で私の知らない経験だったりとかお仕事をされてる方とかと会話するのってすごく楽しかったりとか、うん、勉強になることがたくさんあって、で輸入車ってやっぱり素晴らしい部分がたくさんあるし、うん、お客様の層とかもとってもいい方たちばっかりで、うん、そう確かに育てられてるとかお客様に育てていただいてるっていう感じがすごくあって営業は楽しい、うん、楽しい。まあやっぱりノルマとかどうなのって言われると、まあ確かに売れない時期もあってメンタル来る時もありますけど、でもお客さんとこうただ話してるだけでも私たちは元気をもらってるのでなのであのご紹介とかもあればもちろん対応するので、お気軽にぜひぜひ遊びに来てください。9月19日からの4日間、北海道ブブでは秋祭りを開催しております。オールブランド試乗会も開催しておりますので、ぜひこの機会に足を運びください。お待ちしております。